サスペンションの、あの黒沢さん、あの硬さはどうですか？俺マイルドにしてる。硬さはいいと思う。硬さはいいんだけども、うん、もっと質の高いのは車体のやっぱりあれだな、うん、車体の基本的な剛性が出てないかな。今日産もホンダもね、うん、その剛性って言葉、ダイナミクスに対する剛性だと考えてるから、みんなメルセデスみたいな車作れないんだよね。俺はメルセデスを目指してほしいんだけども、